ジェレマイア・マクレイン・ラスクジェレマイア・マクレイン・ラスクはアメリカ合衆国の政治家。共和党に所属し、第15代ウィスコンシン州知事及び第2代アメリカ合衆国のオム長官を務めた。1830年6月17日、ラスクはオハイオ州マルタにおいて誕生した。ラスクはまず農場主として、生計を立て、続いて宿屋の経営者となった。南北戦争前には、 銀行家へ転身した。南北戦争が起こると、ラスクは第25ウィスコンシン衆議勇兵負表連隊に加わり、名誉将軍として任官された。南北戦争後、ラスクは連邦会議員に選出された。ラスクは連邦議会において、傷病兵年金委員会の委員長を務めた。1882年、ラスクは共和党から、 ウィスコンシン州知事に立候補し、選出された。ラスクは1886年のメーデーストライキに、妻子周平をミルウォーキーに派遣して、治安維持を図った。1889年、ラスクは知事を辞任し、ベンジャミン・ハリソン政権で、農務長官に任せられた。ラスクは、ハリソン大統領の任期満了となる1893年まで、農務長官を務めた。 ラスクは晩年をウィスコンシン州バロークアにおいて過ごし、1893年11月21日に死去した。ラスクの遺体はバロークア市内のバロークア墓地に埋葬された。ありがとうございます。